雨の降る木曜日の夜、あなたはココアを片手に肘掛け椅子の上に丸まってブライトサイドの新しい動画を見ています。突然頭上に恐ろしい影があるのに気づきました。100本の足と触覚のある怪物が壁に止まっているのです。あなたは110番とお母さんに同時に電話します。電話している間、怪物は光のスピードで動き、2秒後には見えなくなりました。あなたはモップを持ってクローゼットに隠れます。そして震える手でブラウザを開き、恐ろしい怪物が家にいると打ち、ゲジゲジのサイトを見つけました。足はたったの15本で、よく見える目が2つ、匂いや振動を敏感に感じ取る長い2本の触覚があります。頭と口の近くにある足には毒があります。そして足を投げ縄みたいに使って複数の獲物をつかむことができます。そのためとても有能なハンターなのです。ですが、なぜかあなたの見ているウェブサイト全てが怪物をそっとしておいて、その虫が家にいることを喜ぶべきだと書いています。多くの人は駆除しようとしますが、ゲジゲジは自然に、そして無料で害虫駆除をしてくれるのです。ハエやアリ、ガ、クモ、シロアリ、ゴキブリなどを退治してくれます。そして人間であるあなたのことは攻撃しないのです。ゲジゲジは夜行性のハンターで、クモのような巣や罠は仕掛けません。家の中に巣を作ることもなく、家具、洋服、食べ物やペットなどを食べることもありません。音もなく動きますが、汚い跡を残すこともないのです。ゲジゲジは病気を持っておらず、 99% の場合あなたの見ていない夜間に出てきます。彼らはいつも動き回って獲物を探しています。動きが速いので気づかないこともあります。そして人間が攻撃しない限り噛んでくることはありません。もし噛まれても肌より深くは噛まず、蜂に噛まれたような感じになります。大したことはありませんね。頼もしいですよね。あなたが隠れている場所から出ようとしたその時、キャーと女子みたいに叫びます。またいた、急いで。まだこの足のたくさんある生き物と同居するのに慣れることができません。あなたは入れ物と紙を持ってきます。それでもゲジゲジは部屋を走り回っています。本棚の下に行きました。壁に出てくるのを待ちましょう。あなたは相手が落ち着くよう電気を消します。あ、動きが止まりました。よし、ゲジゲジを外に出し、外で害虫駆除をしてくれることを願います。あなたは害虫以外の虫も来ないよう対策をすることにしました。ゲジゲジは湿り気を好み、洗面所や地下室によく現れます。地下室に行き、床や壁の隙間をすべて埋めました。そしてパイプ、洗面所とキッチンの水漏れをチェックします。よし、次は外に出て落ち葉や木の枝を掃除することにしました。ゲジゲジの隠れ場所になりますからね。忙しい夜でした。テレビを見ることにしましょう。痛い、一体何でしょうか。世界一大きな雲、ルブロンオオツチグモです。そしてゲジゲジのように性質より見た目が恐ろしいのです。この雲は虫、カエル、げっ歯動物を食べ、南米北部に住んでいます。体は大きいですが、8以上の威力で毒を使って人間を攻撃することはありません。次はジンベエザメです。明らかに虫ではありませんね。世界最大のサメであり、魚としても最大です。2階建てのバスより少し大きく、象5匹分の重さです。口の中には300の小さな歯があり、それらを使い、通常プランクトンを取り、時々魚も食べます。ジンベエザメはゆっくりと泳ぎ、サメの中で最も優しいんですよ。ダイバーと遊ぶこともあります。ジンベエザメより人間の方が彼らにとって危険なんです。その大きさに反して、アフリカオオヤスでは恥ずかしがり屋で、一日中岩の下に隠れることを好みます。そして食べるのは地面の落ち葉だけ。自然環境に貢献していますね。モロクトカゲは体に恐ろしい見た目のトゲを持つトカゲ。彼らはアリを探して雑木林や砂漠を動き回ります。アリを主食とし、1日に何千もの小さなアリを食べます。アリが大好物なんですって。アリを捕まえるときはベタベタした舌を使います。
モロクトカゲは捕食者から自分を守るためにトゲを使い、人間を襲うことは絶対にありません。気温によって色を変えるという能力もあるんですよ。リンクルフェイスバットは中央と南アメリカに住んでいます。主食は果物だけで、顔の形と肌がその役に立っているんです。食事のマナーはとても悪く、顔を食べ物に完全に突っ込みます。そしてシワを上顎のように使って果汁を直接口に集めます。いいアイディアですね。私も試してみます。キツネザルのアイアイはマダガスカルのみに生息しています。アイアイに出会うのは縁起が悪いという古い迷信がこの地域にあるんですよ。でも彼らは虫や幼虫しか食べない害のない生き物。木の幹を素早く叩いて食べ物を見つけ、長い中指で拾います。アイアイは木の上にいることを好み、地面にはほぼ降りてこないので出会うことはほとんどありません。ネパールやインドを訪れた際に、長くて細い鼻をしたワニに出会ってもパニックにならないように。それはガビアルと呼ばれるもので、最も近い親戚はワニですが、ガビアルはワニ類には入らないのです。独立したユニークな種なんですよ。魚を捕るのに適した変わった鼻をしています。魚が好きなんです。ガビアルは愛情深くて世話好きな親で、とても恥ずかしがり屋。人間からは隠れ、絶対に攻撃はしてきません。ミルクヘビはサンゴヘビとほぼ同じ見た目をしていますが、猛毒を持つサンゴヘビとは異なり、全くの無害。自然は捕食者がサンゴヘビと間違うよう、彼らにこの鮮やかな色の縞模様を授けたのです。この擬態のおかげで、野原から岩場、農地、納屋までいろんな場所に住むことができます。ミルクヘビをペットにする人もいるんですって。でも色や柄を間違えないようにしないといけませんね。トゲヤマガメのマタマタはとても怠け者です。泳ぐことはなく、ゆっくりと川や沼を歩き、水から出るのは卵を産む時だけ。マタマタは狩りをせず、獲物がやってくるのを待ちます。魚を見ると首を伸ばし、掃除機みたいに飲み込むんです。顎を動かして噛むことができないので、そうせざるを得ないんですよ。バージニアヒトリガは人間がそれを怖がるのと同じぐらい人間を怖がり、何としても出会わないようにします。好物はカバノキ、柳、カエデ、クルミ、キャベツなどの葉っぱです。肉厚な部分を噛み、硬い部分を残骸のように残します。彼らをひどくイラつかせると、自分の身を守ろうとします。ですが、そんなこんなで一番ひどい攻撃を受けても、肌が少し炎症するだけです。格闘技で戦うよう強制されたとしたら、ヌンチャクの後をつけてくるんじゃないですかね。あ、冗談ですよ。ハゲワシは尖ったくちばしと鍵爪をしているので悪者扱いされがちですが、実際は生き物を傷つけることはありません。好んで食べるのは死骸のみです。お、美味しそう。これなら地球をきれいで健康にできますね。動物管理センターみたいに。って冗談ですよ。多くの鳥は視界が360度ですが、ハゲワシの視界は60度で、下側で何が起きているのか見るのに集中します。ダイオウグソクムシはエビやカニに近く、深海で生活しています。宇宙人みたいな体をしていて、お腹に尖った爪が何十本もあり、狩りをするための顎が4つあります。ですが、常に周りに獲物がいるとは限らないので、エネルギーを節約するため代謝のスピードを落として、しょっちゅう半分冬眠状態に入ります。危険が迫っている場合、ダイオウグソクムシは小さなボールのように丸くなって、誰にも見つからないように隠れるのです。ホシバナモグラはハムスターの大きさで、世界一早く物を食べるんです。鼻にある気味の悪い星を土に押し付け、1秒で10から12の場所にあるものを見つけ出します。星には10万もの神経繊維があり、モグラの脳に情報を送ります。ほとんどない視覚の代わりに、虫を見つける道具としては悪くありませんよね。そして人間には全く害を与えません。ウデムシは属性の近い他の虫とは異なり、毒を持っておらず、
人に噛みついたり刺したりすることも全くできません。噛むこともできないので虫が通るのをただ待ち、足でそれを感知するのです。ペットとしても好まれ、飼い主は怖がることなく顔に乗せたりするんですよ。でも私は結構です。お先にどうぞ。いやいや、本当私は見てるだけで結構ですから。